ローイックはオープンソースのネットワーク負荷テストツール。開発言語は C。JavaScript で開発されたバージョンも存在し、Web ブ,ブラウザからの出す攻撃を可能とする。ローイックは Pretax Technologies が開発していたが、後にパブリックドメインで公開されている。ローイックはゲーム、コマンドコンカーシリーズに登場する架空の兵器から名付けられた。ロイックは ターゲットとするサーバに TCP パケットまたは UDP パケットを大量に送りダウンさせる。出す攻撃もしくは複数の個人によって使用され D ダス攻撃を行う。また、ロウイックを使うことで自主的にボットネットに参加する人々も存在する。Python ロウイックは二人の若者が開発したロウイックで Python によって実装されている。iPhone や iPad。 Mac OS X, Linux, Windows など多くのプラットフォームで実行することができ、Google コード上で公開されている。HTTP, Ping Flat, TCP などの攻撃をサポートする。現在はベータ版で多くのバグが存在する。年末には GUI バージョンもリリースされる予定で、現在までに1200回以上ダウンロードされている。 BBC のセキュリティ専門家によると強固なファイアウォールはローイックによるディーダス攻撃を遮断することができるため攻撃対策として効果的であるとしている2010年の10月アノニマスの分派であるプロジェクトシュノロジーがサイエントロジー団体のウェブサイトへ攻撃するのに使用しているこの時アノニマス自身はアメリカレコード協会への攻撃を成功させていた 2010年12月には、ウィキリックスを支持すべく、対抗する組織や企業への行うオペレーション、ペイバックを実施している。ローイックは多くの攻撃者によって使用されたが、ファイアウォールは容易にトラフィックを除去できるため、限定的な影響にとどまった。2010年の12月8日から10日にかけて、ローイックは3万回以上ダウンロードされたと報告された。 ドアなどのネットワーク匿名化ツールを使用しなかった攻撃者の IP アドレスはパケットの受信者によって記録することができるためログを記録している ISP は DDAS 攻撃の指揮者を特定することに成功している2011年1月27日には英国でオペレーションペイバックに参加した5名が逮捕されているスペインではウェブ攻撃に関わったとして 同2011年6月までに3名以上の逮捕者が出ている。また2011年6月14日にトルコでウェブフィルタリングに反対して政府のウェブサイトを攻撃した個人32名が逮捕された。逮捕されたおののはおののの抗議活動のためにローイックを使用したアノニマスのメンバーとされる。ありがとうございます。